飛ばしたらごめんね。赤月エンターさん、などなどちょっとこんなにもうすでにこんなにコメント走ってると思わなかったわ、ごめん。はい、皆さんこんばんは、いらっしゃい意外と久しぶりの生放送な気がするわ。さあみんな思い思いのコメントを書くがいい。今日はそういう、今日はそういう日です。今日はあのそういう、もうここに皆さんあの好き放題書いてください。今日はそういう日にします。あのさ、あのね、じゃあちょっと俺のなんていうのかな、今日の気持ちをちょっと話すんだけど、昨日さ俺、まあ、あの動画をね投稿したじゃん、山本大輔のツイートがあまりにもおかしいみたいな動画出したじゃん。でこれあくまで俺個人の気持ちなんだけど、あれを出した段階ですごいね、なんていうか心がスッとしたのね。うわー、言いたいこと全部言い切った、よっしゃー気持ちいいっていう、そういう気分だったの。割といい気分だったの俺。で今日のね出来事があったわけじゃないですか。もうなんか精神がねぐちゃぐちゃになってしまって何を話せばいいか分かんなくなっちゃったよ。このあのやっぱさ、人間怒るのってすごいエネルギー使うから、できる限りやっぱ日常で怒りたくないのね。でもやっぱそのどっかで発散しないと、なんていうのかな、やっぱどんどんストレス溜まっていくから、こうどっかでこう吐き出したい気持ちがあって、それは俺にとって YouTube っていう、まあ、この場所なわけですよ。でそれが昨日はあのちゃんとなんていうのかな、思い通りにことが運んですごい気持ちよかったのに、なんで今日も怒んなきゃいけないのっていう。まあみんなからすればね、多分そういうのを望んでる人多いと思うんだけど、単純に疲れるんだよね。やっぱり何回も何回もああいうことしたくないんで、俺やっぱ普通にパズドラ遊んでる動画も出したいし、まあ、たまにああいうモノモース系も出したいし、なんか情報まとめみたいなのも出したいし、でたまに全然違う動画とかもやりたいし、全部をねバランスよくやりたいんだよね。マジで今日だからどうしようって悩んだ。で質問箱とかでもさ、もうみんなの思ってることをもう死ぬほど今日聞いたし、なんか痛い気持ちみたいなの伝わってくるし、精神的に大変だったよ昨日今日と、特に今日だね。朝日さんの放送駆け込み寺みたいになったそう、俺のルールをねぶち壊したのは本当にね嫌だ。単純に強化されたっていうその視点だけで言うんだったら、まあ確かに強くはなってるからいいかもしんないけど、俺はやっぱなんか気持ちがそれを許さないかな。なんかそのゲームとしての筋はちゃんと通してほしいなって思う。そう、あとやっぱそのモンハンコラボって石10個だからさ、で石10個だとやっぱりね強くあるべきっていう認識がみんなの中でもついてきてて、でただね本当はそれもおかしくて、やっぱそもそも石の数を変えるっていうこと自体がもうおかしいわけよ。その感覚がまあ結構そのみんなの中でももうなんか6とか7とか、10とかもうめちゃくちゃもうぐちゃぐちゃにされたわけよみんなの感覚をね。でそれで石10個でやっぱり石10個のガチャは強いみたいな認識ってみんなの中であるわけじゃん。俺ですらあるわけよ。それって頭の中ではその値上げがおかしいっていうことは分かっていても、やっぱり石10個だから強いっていう認識はゼロにはできないのね。でそんな中でその今の環境で、まあ、なんていうのかな、今の環境向きの性能ではなかったっていうことでこんだけすごい不評だったわけじゃん。
で、それを見て今回さらにもう一度修正しますって、なんかそのユーザーの意見取り入れようとする姿勢はまあいいとも言えるし、まあちょっと落ち着けよとも言えるけども、ただその対応するって決めた以上はね、やっぱり誠意を持たなきゃいけないと思うんだよね。その、なんだろうな、怒られたから変えますみたいな、それって小学生まででしょ。あるいはその中学校のなんか部活とかです、なんかあの先生に、なんか顧問の先生にめちゃくちゃ怒鳴られて、あーいやるやるやるみたいなこと言われて、はいはいみたいなこと言って、ちゃんとやろうとするみたいな、なんかそんなすごいレベルの低い話に感じてしまう俺は、今回のことはね。パズドラはなんか他のゲームでは絶対出ないような発想っていうか、その邪推みたいなものがめちゃくちゃ出る。他のゲームで性能変わるのはまあなくはないのかな、コンセプトによるね。そう、パズドラとかさ、モンストはどうかちょっとわかんないけども、そのダンジョンの内容とかがどんどんこう日々更新されていって、その単純にモンスターの強さがそのままゲームの、攻略に直結するようなやつだったら、まあ、割と頻繁に性能変わるってことはあるのかもしれない。例えばデレステとかみたいにもうキャラゲーですっていうのだったら、一応そのアイドルごとの性能みたいなのは存在はするけども、そんなの別に気にしてないよって、ただ好きなキャラガチャで引いて、ストーリー見て PV、MV 見て満足するっていう、そういうゲームもあるから。だからパズドラってそういうなんかモンスターの強さ、性能っていうところに重きを置いたゲームなんだから、それこそ絶対に丁寧にやらなきゃいけないところなんだよね。そこがゲームの肝なんだから。なんか周りに言われたからとか、そんななんか次元の低い話でゲーム作りをしないでほしい。プレイヤーをなめんな。あのね、インフレっていうものは別にそんなに、インフレ自体は別に悪いことではないんだよ。そのなんていうのかな、もちろんだからどんなゲームでも起きうるからっていう理由もあるけども、単純に強いモンスターがバーンって出て、で、もうとんでもない火力で敵をぶっ飛ばすっていうのは、単純にそれは気持ちいいことだから。だから別に俺なんかインフレそのものが悪とは思ってないんだよね。結局だからそれで、他の、上ばっかりを伸ばすんじゃなくて、その既存のモンスター置いてき五輪にならないように、調整してあげて、で、ダンジョンの、難易度も調整してあげてっていう、まあ、そのバランスをしっかりとっていれば、俺は別にインフレって悪いことではないと思うんだよね。インフレイコール悪ではないから、やり方です全部。その遊んでる人たちの、遊んでるそのみんなの中に納得感っていうのがあればそれでいいからさ。インフレの速度がダメだった。まあ速度も重要だけど、やっぱ納得感かな。強い新キャラを出すんだったら、過去のキャラもそれに近い性能に一緒に合わせてあげないと納得しないじゃん。やっぱそのソシャゲやってて一番悲しい瞬間って、自分が好きで使ってたモンスターが、後から出てきた モンスターが明らかにその上位互換で使えなくなっちゃうっていう、その瞬間が一番悲しいわけじゃん。そう、後から出てきた新キャラ、本当にポットでの新キャラのせいで自分のキャラが3倍になっちゃうっていう、その瞬間が悲しいから、それを防ぐためにこう、なんていうのかな、頻繁に調整したりとか、なんかその強いモンスターを出してもいいけど、それだったらちゃんと今遊んでるみんなが納得するような形っていうのを取ってあげないと、まあ腹立つよね。
っていう話を山本大輔自身が過去にも言ってたんだけどな。おかしいな、なんでだろうな。極芸師を下方修正しなかった運営が環境を長期的に見据えて調整とか笑いは目の前の環境すら把握できてないくせに。極芸師の時は、いやでもね、その極芸師の時、まあそんなになんか何年も前のことを引きずり出してああだこうだ言うのは俺はまああんまり勧められることではないかもしんないけど、ただね、どこだっけな、コメントか、質問箱かどっちか忘れたけど、極芸師が登場した時って、もう極芸師単体がもうマジで最強だったじゃん。で、これはさすがにナーフしなきゃまずいでしょうみたいなことがみんなの中で言われてて、で、結果、その公式で、極芸師はこのままでいきます。その今後の、その環境の中で、適正だと考えているので、極芸師は直しませんっつって、あ、そうなんだって思って、で、その後に出てきたのが、ソティスとかの、もう露骨なダメージ吸収とか、なんかその、なんだっけ、闇吸収だっけ、なんかサンダルフォンかなんかの、あれサンダルフォンだっけな。まあ、なんか露骨な、ね、闇吸収みたいなのが出てきたんだよ。あ、そういう方向なのって。それでバランスは取れますよっていう、なんかそういうことなのっていう風に思っちゃって。で、さらにそのちょっと後に、覚醒バステットとか、覚醒ラーみたいな、ものすごいキャラが出てきて、相対的に、極芸師そうでもなくねっていう風になって、で、闘技場1が登場したんだよ。けどさ、そんなのさ、わかんないじゃん。極芸師が出たタイミングで、その時点のことしか俺たちってわかんないのに、その先、なんかその、覚醒ラー、覚醒バステが出ます、極芸師は潰れます、闘技場が出ます、みたいなことって、それは運営にしかわかんないことなんだから、それは、それじゃ納得しないでしょって。結局だからそれで極芸師を引いた人がバカ見るじゃんっていう。っていう、その一連の流れを、思い出してそれと今を比べてみたときにあんま変わんねえなって思った。あ、そうそう、ラファエルだ、あれだな、すげえマッチポンプ商法って言われたもんね、その風神っていうもの自体が。キプレドラ使いますね。あったな、あのミスリットな、あとウーカと同じスキル持ってるミスリットで頑張るっていう、そうそう、マッチポンプ風神ってのが昔あったんだよ。チャレダンのヘラはね、当時山本 P が今回のチャレダン10は賛否両論あると思いますってなんかね保険貼ってたんだよね。で実際蓋開けてみたら賛否の P しかなかった。こっちが何もすることなくスタミナ100を失うっていう。そう、だから昔から、よくよく考えたら昔から本当にね、いろいろとおかしいんだけれども、だからそういう意味では、その単純なそのゲームバランスっていう意味では、おそらく今の方がいいとは思うんだよね。ゲームバランスだけの話をするんであればね。その無課金で吸収無効なりっていうのも取れる機会割と増えてるし、でもそれができるのって結局そういうモンスターを全部把握してしっかりとね前線でついていけてる人だけだと思うから、まあそれもちょっとこのゲームへのなんか参加の敷居を上げてる要因かなっていうふうにも思うね。昔と同じことをやってもね、もう受け入れられないんで、比べるべきは昔のパズドラじゃなくて今の他のソシャゲなんだよね。これ誰かにも言ってたけど本当にその通りだなって思ったわ。目指すべきは昔のパズドラじゃなくて他のソシャゲ、それは本当にその通りだと思う。今日質問箱多すぎて遡んのめちゃくちゃしんどいんだけど。
あったこれだ、いろいろ解決できそうな面白いアイデア思いついたぞ。こんなこと言っといて結果は6色から3色って呆れました。パズドラはおっさんの自己顕示欲を満たす道具じゃないのにっていう本当だよな。このちょっと待って、これ画像をちょっと保存しよう。おかしいでしょ、間違えた意味がわからなかった。どれだ、デスクトップ、これがね、個人的に今日ツボだったわ。だからさ、この3色にするっていうさ、これがあのもしね、最初から運営の中にあった案だったとしたら、いろいろ解決できそうな面白いアイデア思いついたぞーっていうツイートしなくない？さすがにしなくない？いや、そら3色になって使われる可能性そらあるかもしれんけど、それがこの発言にはつながらんでしょう。だから俺はね、そのこの山本大輔氏が思いついたアイデアっていうのは多分運営の中で却下されたんだろうなって。で、いや、そんなそのことしなくていいんで、もう3色にするだけでいいじゃんみたいな風に言われて、こうなったんじゃねっていう風に俺は思ってるのね。よくわかりません。そう、なんかだからその、いや俺はね、その例えばさ、そのヤマピー個人のツイッターでこうなんか情報発信するのがすごい嫌だって言ってる人もいて、ちゃんとその村子か、あの統一してくれっていう風に言ってる人もいるのね。で、なんだろうな、まあその統一するのも大事だし、その何より確定してない情報をあのあたかもそれが来ますよみたいな風に言わないでほしいのね。いや、プレイヤーからすればそれ自体があの結果どうなるかって、その今後のゲームの進行にすごい重要になるものもあるわけじゃん。で、それであのなんか下手なことつぶやいて、あ、こういうのが来るんだっていう風に運営、あのユーザーが思い込んでしまって、その通りに行動するわけじゃん。それに、あ、それが来るっていう前提で行動するわけじゃん。で、それがあのやっぱ違いましたみたいな。いや、そうだから、そんな、なんかその今思いついたその時の気分でそういうことをつぶやくんだったら、ちゃんと決まってからにしてって。それができないんだったらもうつぶやかないで。要はだってさ、その一言がその俺たちだけじゃなくてさ、普通にそのパズドラに関わってる、仕事で関わってる人たちにも影響する可能性があるじゃん。それこそなんかめちゃくちゃユーザーからごちゃごちゃ言われて、あのそのヤマピーがかばいきれずに、なんかその社員の人たちが被弾してで病んで、やめる、ガンホやめますみたいなさなんかそういう可能性だってさ、ゼロじゃないじゃん。あと単純にその売り上げが落ちたら、やっぱ会社としても損だし、だから給料減るとか、まあそんなことはさすがにないと思うけども、でもそこまで本当になんかいろんな可能性を考えてっていう風にやっていったら、そういうなんか不確定な情報を個人のアカウントでなんか無責任につぶやくって絶対できないと思うんだよね。俺そんなこと恐ろしくてできないもん、もし俺が彼の立場だったら。そんな怖いこと絶対できない。で、自分の発言一つで会社が終わっちゃうかもしれないっていう、その恐怖って普通になんか会社で働く人間だったら
持つんじゃないかなって思うけどね。潜在拡張とステアアップで盛り上がると思ってたとかユーザー舐め腐ってる。そう、なんかさ、何重ものがっかりがあるよね。そのまずその星7、まあ全体的に今回のモンハン復刻の時点でモンスターの強化が、まあ覚醒は強くなってるけどもリーダースキルとかの強化が全然なくて、なんだよこれってなったところに、そのアンケートで上位5体を強化しますっていう風に言われて、なんだよそれアンケートで強化するのに、その前の時点で強化しないのってことは、それ、後から強化する前提の調整じゃねえかっていう風に言われて、で、それでもやっぱみんなの中で好きなキャラクターっていうのが、まあいるわけよね。アマツ好きだったらアマツ強くなってほしい。うん、ディアブロス強くなってほしい。ミラボ強くなってほしいっていうみんなの中でさ、気持ちがあるわけじゃん。その気持ちを込めて、アンケートに投票して、で、それが選ばれて、やったー嬉しいっていうその気持ちになってるわけじゃん。で、その上で、じゃあ、強化内容の蓋を開けてみたら、全然今の環境で通用するような内容じゃなくて、なんだよこれってみんなで騒ぐ。で、そこで、やっぱ、また一つ、こう、気持ちが落ちるわけじゃん。で、その声を聞いて、あ、山本大輔氏が、あ、これはちょっと不評みたいなんで、もう一回調整しますっつって、で、一瞬おってなるけども、その、次の、復刻の時に予定していた強化を今回当てますっつって、いやこの強化もなんかそうやって抑えられたやつかよっていう落胆がそこでもう一回来るわけじゃん。でその上でそのみんなの中でリーダースキルとスキルの内容を見て不満だっていう声を上げてるのに、リーダースキルとスキル強化はしませんっていう風に言われて、またそこで落胆するわけじゃん。で、結局最終的には、ステータスと、潜在覚醒。しかもなんかその潜在覚醒も、転生、超転生、超究極に使えるっていうそのルールを破って、なんか、無理やりモンハンコラボに、モンスターに当て込んだことで、なんか、これやっつけじゃねっていう、なんかそういう落胆があって、しかもその復刻時に予定していた強化ってこれだったのっていうなんかその落胆もあって、なんか、全部ダメ。その1から10まであって、1から10全部ダメ。